戦争史上最も熾烈と言われた沖縄戦で75人の命を救った男の実話を映画化した「ハクソー・リッジ」。今年のアカデミー賞で作品賞など6部門にノミネートされ、編集賞など2部門で受賞した感動作。人を殺してはならないという信念を持つデズモンドは、軍隊でもその意思を貫き、武器を持たずに激戦地ハクソーリッジでの戦闘に衛生兵として参加する。ハクソーリッジとは沖縄の前田高地という断崖絶壁のこと。そこで彼を待ち受けていたのは壮絶な戦場の現実だった。監督はリアルな描写にこだわるメル・ギブソン。この作品では戦場の過酷さを描くことは不可欠でした。There's not much CGI here. Almost all of it's like in-camera practical stuff. I show shots to people of dudes being blown up on fire and flying into the camera, and they go, wow, great CGI. It looks real. I said, well, it is real. They think, well, how do you do that? デズモンドはアメリカ軍が一時撤退した後もたった一人で戦場にとどまり、負傷した兵士たちに敵味方の分け隔てなく治療を施していく。Basically, what you're trying to do is make something clear, clarity, and truth. So find the truth of it and find a way to show it, probably heightened truth, where it's more clear. 最も過酷な状況においてもなお、人を殺さないという信念を貫き通した兵士の実話、ハクソー・リッジ。ぜひ劇場でご覧ください。Help me get one more.